ZOZO の前澤社長がベーシックインカムしようとしてたぞ。俺でも決めたんだ。世界一金持ちのネズミの悪口言わないって決めたんだよね。なぜかというと、ふるさと納税を、ね、千葉にしてくれて、恩を感じてるから、俺はもう絶対悪口言わないって。なんか今年も言ってたよな。1億円か10億円だけあげますよ。で、本当に俺性格悪いなって思ったのが、これ今までの言う、あ、俺性格悪いんだっていう自虐で言うんじゃなくて、俺ガチで性格悪いなと思ったのが、その前澤社長の、このリツイートしてくれた人の中から、抽選で1000名様に、100名様だか1000名様に100万当たるぞっていうツイートの、地獄の小敷のリプラン見ながら酒飲んでた。こいつらバカだなぁと思いながら。おい俺もやろうか !10 万ぐらいって言いながら、めちゃめちゃ梅酒を飲んでた。で、みんなも、匿名でやれよな、俺に、バカにされちゃうからな。頼むからやめてくれな。去年もやってた。あれお、見て、これ金持ってるとか金持ってねえとか関係ねえからな。これ精神の優位性を保てるから。俺はなびかない。俺はネズミの金なんかになびかない。お前らもやっていいぞ。すげえ不幸自慢が始まんの。いや、実は、私、子供が3人いましてみて知らねえ。なんでてめえの子供さ、お前が計画性なんかアホみてえに子供3人作ったのにさ、前澤の金で育てようとしてんだよ。だってね、だと思ったり。だからあれ、ツイッターが匿名だったらそれ見ながら悪口を誘惑っていうのも、マジで取りたいんだけど、あれ匿名じゃねえんだよ。もう頼むぜ、あんな面白いさ、文章一覧をよ。だからさ、前澤社長はさ、あれ見ながらすげえ、ね、こいつらな、かわいいな、こいつらと思いながら、酒飲んでると思うと、俺も金持ちだったらやるべ、あれ。いい人ぶってさ、これ絶対言うんじゃねえぞ。あれ絶対金持ちの遊びだよな。あ、バカどもが200万ぐらいリツイートしてら、つってな。息子が障害者のリップ。いや、そんなのさ、当選させづれえし、なんか俺たちが悪いことしてるみたいに思わない？なんで別に、ねえ、いや、うちの息子は障害持ってましたみたいな。いや、それは、確かにそうかもしんないけど、なんか俺が悪いことしてるみたいな。ヒカキンが前澤のツイート引用リツイートしたことで貧乏人どもが切れたもん。別にそれはね、なんかあれ拡散の意味でやってんじゃないの？でもさ、去年の前澤の100万でさ、幸せになったやつ誰も一人もいなくない？なんか、その後のニュースになってるやつ、俺が知らないだけなんだろうね。あんまり人の100万円じゃ人生変わんねえからな。奨学金払えたりするんだろうけど、ちょっと。100万で何する？俺貯金するな。マカオに持っていくかもしんない。おい、前澤からもらった100万だよ。おい、これで一撃でかけようぜって。多分バカラで100万一気にかけて10秒で溶かすだろうな。だから前澤社長、僕には配らないでください。僕あなたの金を10秒でなくしてしまう自信があるんで。しかも何のプラスにもならない。もう今、昨日のさ、あ、おとといか、あ、昨日買った30万円の福袋をいかに高くで売るかで今俺、ブランド古着を一生懸命調べてんのね。なんとかして30万でどっか売れるとこねえかっつって。全然ないの。どう見つけようとも8万ぐらいしかならないのね。俺騙されたんだが。あれやっちゃいけねえぞ。なあ。福袋業界の人たち。なんで俺が30万円で買った総額100万円の福袋のブランド古着を、どんだけ高く売ろうとしても10万円にならないんですけど、これおかしくないですか？俺ゴミをなすりつけられたんですか？